お疲れ様スロットです。今日はですねこちらスケフリーズやっていきたいと思います。さあということで久々スケフリやっていくんですけども、まあ今ちょっとこの新型のねスケフリが使われてます。で注目してほしいのはまあ圧着衣ではなくこいつです。はい、ザピオくんですね。まあ一時期うんことか、はい、いろいろこうすごいバカにされるぐらいね雑魚カードだったんですけど、今マジで使用率高いんですよ。まあもともとはアイスイズとかエレキとかの枠かな、このザピオは。でまあ圧着衣はインドラとかだったんですけども、まあその枠にね、もう今は結構安定のザッピーが来てて、あとはね、ほんとロイジャイザッピー、スケラザッピー、メガナイトザッピーだったりだとか、もうほんと対空枠、圧着衣ザッピーとか、もうザッピーインドラとか、まあもうザッピーが占領してきてます。はい。まあそんぐらい強いんでね、ちょっと皆さんもなんか自分の敵の対空ザッピーにしたいとか、ぜひちょっとやってみてほしいぐらいガチ強いです。まあそういうわけでやっていきましょう。でまあザッピー何が強いかって、まあその環境もね、あると思うんですよ。それこそ今圧着衣が、ハゲてるんで、マジで強いので、まあ、ライトニングが流行ってる。で、そこに対しての、まあ、ザッピーが無双するは、まあ、当たり前だと思うんですけど、まあ、意外とファイボとか、まあ、ポイズンとかもいて、まあ、そんな中で、やっぱね、他のカードとの組み合わせがね、強いですね。まあ、これは、その、スキャラにやっぱポイズン打ったら、その、ね、ザッピーが残るみたいな。っていうか、まあ、相手が、ポイズン持ちだったらスケラは刺さんないけどザッピー圧着衣が生きる。相手がライトニング持ちだったら、圧着衣は刺さんないけど、まあ、ザッピースケラが刺さる。相手がファイボ持ちだったらザッピーは刺さんないけど圧着衣スケラが刺さるっていう、まあ、ファイボポイズンライト、相手がどれを持ってても、まあ、どれかは刺さるよねっていうのが、まあ、このスケラデッキのね強みです。でも他のロイとかはねもうほんと墓石との相性がいいとかも間違いなくありますね。もうケツザッピーして、まあ、あとは墓石トリトンとかも入ってるのかな、真ん中にユニット集めて、でもあとはね両方からビリ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 みたいな、相手がファイボとかポイズン持ってても絶対ザッピー1体か2体ねどっちか生き残るのでみたいなのがねもう壊れなんですよ。まあ、あとはとりあえず脳死でケツザッピーできるっていうのもやっぱ強いところかな。さあ今回の相手は、まあ、コカッちゃんと、でボーラーは多分もう少しね反応若ければゴブリンバレル完封できるんでね、まあ、こういう吹き矢とかにはちょっと強いですよね。さあ頼むよ。でこれはねなんかスケバレってねビビトラで結構守れるんですよね。でこれ吹き矢もいなくて結構スケラ打ち毒、インフェだったらナエルかな、インフェでした。これ残したいな。あーベビー、あついついこれベビーが残ったの結構熱くて、ベビーボーラー残ればなんならこれ相手が結構攻めたカウンターも、攻めたカウンターでコストがなくさワンパーン、こういうデッキっていうか、まあ、このデッキ自体普通にねバレバレきついです。はい、ぶっちがの100ゼロです。はい、まあ、100ゼロは言い過ぎじゃんって言われるかもしれないんですけど、まあじゃあ99-1ぐらい正直バレバレはきついですよね。だって、まあ、誰がどう見てもきついじゃん、ウッドないもんっていう話、まあ、なんですけど、まあ意外と64ぐらいかなあれまあきついんですけども、まあこのボーラーとかのこれ、いやーもったいないそれ、バルキリーで意外と受けられるんでね、まあ高回転でゴリゴリ来られるとディーンフェで8枚回収とかされると、まあちょっとわかんないですけど、まあ言うて耐えれるっすね。あとザッピーのこの一応セパも優秀、いやーちまちまザッピーが頑張ってる。さあボーラー出して、あとはまあ圧着衣とかか、オーケー。まあ、インフェで、インフェ置かれると僕の言ったら全部ね、溶かされちゃうんで、まあ、それが苦しいんですけども、まあ、ほんと守って、相手が攻めてきたカウンターでかな。多分自分から攻めても、吹き矢とか、まあ、ウッドとか、スケブとか、ほんと何でも許容されちゃうので、まあ、耐えて、粘ってのカウンターワンパーみたいな、さっきみたいなのがね、いいかなと思います。さあ、そういうことで、まあ、ザッピーもね、いい味出してましたね、地味に。まあ、とりあえず、セパしどくだからな。ザッピーセパして真ん中にユニット集めれば、ほんと何でも守れるので、その防衛ぜひ覚えてください。ザッピーセパのど真ん中ですね。まあ、トリトン、ボーラー、何でもいいんですよ。施設でもいいですし。さあ、ということで。まあ、待ち毒です、このデッキは。まあ、なんだ、大型には基本的に強いデッキだと思うので、それこそ高回転についていくのが大変だな、みたいな感じなんで、まあ、できるだけ待って2倍タイム3倍タイムから戦えれたら理想かな。で今回ベビーポイズンだったら結構ねデッキが絞られて、まあ、それこそ、まあ、これもう遅延スケラみたいな、圧着衣遅延スケラみたいな顔してますけど、まあ、そんぐらいしか多分ないと思いますね。
まあ、ここは、まあ、ボール出してなかったらフリーズとかトルネで耐えでもよかったんですけど、まあ、ボールでもいいかなっていう。で、ぶっちゃけこれ、スケラ打っちゃいます。で、なぜなら、相手が、あれ使ったんですよ。ポイズン。そう、ポイズン使ったんで、いや、しかも、ワンチャンなんか、アチクイがさ、いや、なんか、防衛うまくね？もうちょっと入ってほしかったなっていう。ね、アチクイ事故も含めて。まあまあまあ、ポイズン咲いてて、もうポイなかったんで、まあ、軽く攻めていこうかなで。バルキリースケラに打ったら、アチクイ止まんないしの、まあまあまあ。さあ、ということで、まあ、僕はザッピーセパして、あと、スケラ受けが地味に大変です、これも。まあ、ニコスがないデッキあるあるだと思うんですけど、ニコスないと、よいしょ。まあ、枯渇とかね、ほんとスケラ受けとかが大変なので、まあ、こういうベビーとか、まあ、範囲攻撃で全部補います。枯渇とかも、このスケラも、バルキリーとか、まあ、ベビーとかの範囲で耐えます。で、まあ、逆にニコスのスペで使わなくていいので、ユニットで守ったら守ったら自然とね、勝手にコストが溜まったりとかもします。さあ、フリースでいいかな。まあ、トレネでもいいんですけど、いやー、このアチクイ消えたのはちょっといけないですね。さあ、これ相手、うまいですね。分かってますね。後ろ墓石。スケラ打ってもね、なかなか入らないです。まあ、なんか、ボーラーが入りそう、なんか。まあ、でも、これも適当に打って、棒っぽいさしたいですよね。さすがに、あれ？相手コストがさ、意外と今の右サイドにコスト使っててさ、コストがなかったですね。で、ここはザッピーのスタンも使いながらの右にバルキリー行きたいが一旦落ち着きの欠乏。まあ、着衣出してもいいけどなぁ。まあ、出すか。さあ、これ美味しいですね。ぶっちゃけもうボーラーいれば多分、もう石ころゲーで、またエイム次第。さあ、これはもう逆サイド攻めてあげて、まあ、棒っぽいしないと、まあ、しなかったんでフリーズして、プレッシャー与えます。いやーでも守ってはいるが、で、トルネ使ったんでこれ近機能もされないですね。で、左サイドは僕のダメージ的に、こう2100こっち削られてるんで、まあ、これ別に全然許容しまくってあげて。まあ、スケラ来たら下げたいな。まあ、これバルキリーボーラーの範囲で、鉄壁組でね。ちょっと怖いが、さすがに消えれないやろ。これ消えたらズルや。オッケーオッケー。で、僕は、これはもう左ですね。で、これはちょっとラッキーなポイズンが来た。スケラ打って、フリーズ、パッキン、グッドゲーム、OGG じゃないですか、これ。そんなこともないのかな。まあ、ベビーダラ追加とか知っときますか。はーい、オッケー。さあ、まあ、スケラーに対して前までインドがいたんですけど、まあ、インドがめっちゃ相性良かったチェーンスクレイ。まあ、今回、圧着衣がね、多分刺さるので、まあ、高め圧着衣の、まあ、スケラーはベビードラとかバルキリーで受ければ、意外と戦えると思います。まあ、マジ、ケツうんこって言うとちょっとあれだな。なんか、すごい表現が嫌なんですけど、僕も言った側なんですけど。まあ、ほんと、ケツザッピーですね。はい。これもうしとけばもういいですから。で、相手がなんか出してくるので、それに対して相性のいいカードで行くか、反対側ベビースケラ行くか。あー待って、あちこく逆行ったらマジでミス、ずれた。まあ、様子見から入れるのが強いですよね。これはもう一枚追加してほしいな、ランバーとか。そしたら俺、もうゴリゴリに、あれしちゃう。キング起動しちゃう。まあ、一旦ステイ、ゴレかな。もう、ダクネライドラでゴレじゃない人見たことない。あ、見ました、初めて。はい、これじゃなかったですね。さ、これは美味しいんじゃない？なんならバルキリーに、ちょっとだけ。いや、痛いな。いや、痛いけど、男は黙って許容。カウンターの、まあ、いや、これ、エリアとバカ取ってるんですよね、今。いや、スケルトン部隊でタワーおられそうですね、今。多分5ワードぐらい取ってんじゃないかなっていうぐらいエリクサーリードしてます。いやでもリードしてもダメージ痛すぎたんでリードせずにねもうちょい抑えてよかったですね。まあライドラえ
本当ゴールじゃないもんな。だゴールじゃ好きななんですよ。好きなじゃないよ、その俺。ダクネのメガナイトっていうね。まあ、レアですけど。まあまあまあ、後ろから行って、もう一回メガナイト踏んできて、バルキリーで受けて、耐えてカウンタースケラーでいいかな。さすがにあっちが踏んできそうだけどな。さあ、後ろから行って出して、一旦耐えすかね。これなんかベビドロの範囲でね、いい感じに焼きたいですね、これ。いや、いい範囲。で、スケラ打って、マッチャクインのスキルもこれちょっと刺さりそう。やべ、スキル使えん。さあ、まあ、ベビーでしばいて、あ、終わったな。いや、いい、いい、いい。なんならマッチャクイン頑張る。なんならタワーを？タワーを？いやー、かすめてほしかった。まあ、でもなんかスケラ打つだけ刺さってな。エリゴリキだー！まさかの？いや、読めないし、これ普通に逆来られたらやばいんですけど、まあ、同サイドはもうパッキンチョパッキンチョで、ボーラーがね、ガチでエリゴレのガンメダなんで、やばいっすよね。さあ、まあ、これはさすがにね、序盤ピンチだったものの噛み合い性で、さあ、グッドゲームかな。一応守ってきます。これ最初ね、これで大ピンチになってんで。オッケー。さあ、まあ、本当に、守ってカウンターゲー。まあ、相手がコスト抑えたら、最後決めれると思ったら逆サイベビースケラーとかバルキリースケラーとかはね、いいと思うんですけど、基本的に守ってカウンターするだけで勝てるので、使いやすいかなと。で、まあ、圧着に持ってないよってことは、間違いなく 100-0 インドですね。火力枠なので、まあ、ドラドラザッピーの方とかも僕ちょっと前使ってたんでね。そう、普通に、圧着はインドでもいい。まあ、圧着持ってるなら圧着でいいんじゃないっていう。強いんでね。さあ、やりこぶ、アーチャクイは、まあ、結構なレア。さあ、ホグ。ホグにさ、やりゴブリンが入ってるのがちょっと珍しいんですよね。まあ、アーチャクイは、全然あるんですよ。そう、何のやりゴブリンなんだっていう。いや、これ相手、スキル。あ。まあ、そりゃそうだ。で、ここは、アーチャクイ咲いて、やりゴブ咲いてて、このベビーがきついのと、まずスケラの受けがね、なさそう。あ、ポイズンか。そうっていうので攻めたんですけど、まあでもいいボール。でもボールがスワッツアイルの熱いっすね。うん。一発。さあやれなと。まあ、ポイズン。いや、これはね、まあ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 。さすがに勝てそう。でも。俺が上手ければ。ジャコチアンケって。おいおいおい。やめとけってさ、アイゴレホグのポイズン。いや、マジで、レアだと思うんですよね。いや、こういうのバルキリー行きたくなるんですけど、別に行かなくてもこのザッピーに対して絶対1体は出してくれるんで、じゃない、え、出さなきゃ痛いっしょ、それ。で、これは、フリーズして、あー、やばい。消える前にフリーズしたかったですね、僕は。なんならこれで、タワーに石をね、ダメージ与えるっていう。なんか、上手い人、このボーラートルネで攻めていきます。なんかスケルトンラッシュ入らない相手とかやっぱいるじゃないですか。それこそ、まあ、縦の戦士持ってるとか、マザネク持ってるとか、まあ防衛ポジションがあるだとか、まあ、すごいあると思うんで、そういう相手にね、端前でボーラーに対してアイゴレとか、まあ、ユニットで止めると思うんですけど、あれをトルネで無理やりタワーに入れてきますね。これ多分覚えとったらめっちゃ強い技だと思うんで、ぜひ、覚えとくです。まあ、これはスケラ打って、まあ、ボーポイしてもね、スケラって刺さるんでね。またそれがズルみたいなのが。さあ、パッキンして、なんなら、このバルキリーが刺さってる。アーチャクやってくれたら神。さあ、あなた神。で、止めて、まあ、これはもう、キュイン。で、これはベビでもいいんですけど、ザッピーだと、この逆サイドのメガナイトもね、守れるんで、真ん中、うんぴっぴーが、おーん、ナイス。やべえ、今日なんか、汚ね。さ、これはもうボーラーでもいいですかね。ブラフからの、ブラフじゃないよの、はい、いきますね。で、まあ、こういうのはもう、パッキン範囲の、さあ、まあ、GG かな。マジ、範囲攻撃デッキで、まあ、火力枠が言ったら1枚しかないわけですよ。まあ、着衣かインドラ。まあ、ですけど、この範囲と、まあ、防衛フリーズとかも組み合わせれば、結構ね、防衛力ほんと鉄壁なので、
まあ、ガチャンと守ってカウンターするだけ、結構シンプルで使いやすいんで、まあ、皆さんもぜひ使ってみてください。さあ何のデッキでしょうか。天狗くん、さあスタンプチュッチュッチュー、ロケ法ユーニー、さあ着替えますね。まあ、待ってくれるのは僕からしたら全然ありがたくて、もうぶっちゃけバルキリースケラフリーズパッキングッドゲームでただ1本折れちゃうので、まあ、雪玉だと、まあ、ほんと結構2択3択、まあ、バルキリーん、バルキリーでなんだ、俺の持ってるやつ言ってる。まあ、ゴーストの雪だったら流行りのメガラムか、メガラムっすね。さあ、まあ、ここには、まあ、どうしようかな、ボーラでいいか。圧着いでもよかったんだけど、まあまあまあ。さあ、ライトニング持ってますね、流行りのなんで。言うてバル、これ、圧着い出したらライトニング打たれるって感じです。まあちょっと高めで打ちにくい感じで、まあワンチャン打たれるっすけどね。さあキング起動、いやもうこれは全然いい、いや全然いい。あ、まあザピオくんね、優秀ですから。鉄壁鉄壁、まあ600ダメージとかもね、痛くも痒くもないですね。なんならもう勝ってる、圧倒的リードです。キング起動最強なんでね、今ラム来るとちょっとやだなっていう、リセットがないんでね、フリーズつかないといけない。で、待っていいですね。で、圧着い使ったらもう8枚ベビスケラ GG だと思ってもいいぐらい、まあちょっと強いから。まあ LSP があるんで言うて守られると思うんですけど。で、まあ圧着いライトを打たれたら打たれたでしゃーなしかな。絶対この相手のラムとかライトニング削りとかよりも僕のスケラフリーズとか、まあスケラの方が入るのでダメージ。さあ。消える、うーん、もったいなかったかな。なんか圧着されたらマジでベビースケラーやり毒ぐらい強いんで、まあ、バルキリースケラーでもいいですね。こういうの言ってよかったな、さっき、まあ、今一丁。さあこれだけで相手きついはずなんですよ。で、まあ、ライトニング警戒。あ、待って、圧着の位置が下手。まあ、でもいいよ、これは。ラムを処理できるんで。あー、まあまあまあ、いい。これは、なんなら、許容。そうですね。近起動してて、焼いてもうまいので、もうラムにコスト使ったら、メガナイというの止まんないような攻めが来てましたね、今。さあ、一回、ケツ。うん。で、圧着に咲いた瞬間ベビースケラー行きたいな。まあ一旦待ってもいいけど、なんかスケラーほんと打つだけ相手でもきついんですよね。そこスキル使えないんじゃない。あ、防衛ライトくるか。いやー、でも LSP とのこのユニット防衛がちょっとうまいですね。まあ、これも全部バルキリーとかで収まるんでね。まあ、バルキリー、ボーラー、ザッピーがこれ多分相手突破できないんですよ。そう、だから、まあ、まあ、ごく稀に負けることはあるかもしれないけど、まあ、8-2 ぐらいは相性いいと思いますね。相手もうまいですからね。うん、これ突破されないんでね。で、ここで相手が攻めてきたので、攻めます。なんなら俺がね。で、圧着はもうフリーズパッキンしとけば、まあこれ U の守ります。いや、うまいっすね、でも相手これ。ガチで。防衛が。めっちゃ耐えてるっすもん。あ、でもそれ、逆いった。で、まあザッピー高め出しとく。ベビは自分から裂きたくないけど、これ相手ベビー側に圧着衣絶対つけたいから、これ範囲で焼きます。ベビーとバルキリーの範囲で削って、もうスキラ打っとけばね、マジである程度ダメージ入るん で、 僕の負け筋はこのラムと、まあ、ボーラーが入ってさ、
マジで守ってれば勝てるんだよねっていう王家鉄壁。まあこのデッキの強みはまだそれこそ環境ですね。環境やっぱアチャクイデッキが多いので、アチャクイフリーズだったりトルネでどうにかしてしまえばベビードラもそうだし、アチャクイデッキってスケラ系が結構きついんでね、このスケラも刺さるよねということで、まあ最近環境でねスケラがちょいと強いです。はい、ということで、このスケフリね、まあ、アチャクイインドだったり、まあザッピーはね使ってほしいね。まあなかったら本当にエレキインドとかでもできるんですけど、まあ、ザピオくんガチ今環境強いんでね、皆さんもぜひ使ってみてください。ぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。ではお疲れちゃんです。またね。